どうもどうもお疲れ様です120分以上の映画が苦手なエステちゃんです今日はえトレンド映画だ話ということで関心領域についておしゃべりしていきたいと思います内容がアンダーザスキンのジョナサンクレイザー監督がイギリスの作家マーティンエイミスの小説を原案に手掛けた作品で2023年 第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門でグランプリ第96回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞ホロコーストや強制労働によりユダヤ人を中心に多くの人々を死に至らしめたアウシュビッツ強制収容所の隣で平和な生活を送る一家の日々の営みを描くタイトルの関心領域は第二次世界大戦中 ナチス親衛隊がポーランドオシフィ・エンチム郊外にあるアウシュビッツ強制収容所群を取り囲む40平方キロメートルの地域を表現するために使った言葉で映画の中では強制収容所と壁一枚隔てた屋敷に住む収容所の所長とその家族の暮らしを描いていくということでえー、っと ですね、これまあ見たいなと思っていた映画で、えー、楽しみにというか、えー、していたんですけれども、えー、一応原作も、えー、読んでみたんですけれどももう原案にって言ってるぐらいなんで、えー、もうほぼもう別の作品になってましたね。えー、小説の方はまあもう,う その収容所のね所長と奥さんとその家族も出てくるんですけど、えー、小説の軸としては、まあ、その、うん、部下というか、うん、の人まあでも収容所にで働いてるわけではない軍の人の目線でその人が所長の奥さんのことが好きでみたいなとか、えー、収容所でユダヤ人なんだけれども ユダヤ人の人たちをそのガス室に送り込んだりとか、えー、死体を処理する係をしているユダヤ人の人の、えー、視点とか何人かの視点あとは所長の視点あとは所長の奥さんの視点何人かの視点が、えー、ある話でもう全くこの映画とは別物だなでまず所長と、えー、奥さんがめちゃくちゃ仲悪いっていうかうん一人だけ所長だけちょっと狂ってる。 人一倍狂ってるっていう感じでした小説の中ではで奥さんは、えー、所長のこと嫌いでみたいないう感じでしたねはいで映画は、えー、の感想とすると、えー、全くその、うん、虐殺シーンとかね拷問シーンとかあのはないですユダヤ人のそのユダヤ人の方たちが苦しんでる姿とか 殺されるシーンとかは一切映っていないんですけれどもただずーっとまあ壁隔ててねすぐう隣に住んでるのずーずっと「パンパン!」みたいな音とか「うわ!」みたいなもう叫び声みたいなこととかなんかなんか怒鳴ってる声とかはっきりとは聞こえないけどずーっとそのなんか ある種の騒音みたいなものはずっとあってなんかまあまあ慣れちゃうのか分かんないですけどうんそういう中でえこのね主人公の夫婦はえ暮らしていてでこの二人見るともうへっちゃらっていうかあとまあ奥さんの友人とかね来るんですけどまあへっちゃらでえなんかもう。 ユダヤ人の人たちのことはもう、うん、生,き生きてるとかとも思ってない動物とも人間とはもちろん思ってないしかといって動物とも思ってないし本当になんか物いらないものゴミみたいな風に思ってる感じでだからえその略奪した毛皮のコートとかをねこう着てるシーンがあるんですけどでそのポケットの中に口紅が入ってたんですね。 ユダヤ人でそれ結構普通にこう点ん点んでやってこう塗ってみたりとか嫌じゃないっていうかその <laughs> ただの古着じゃないっていうかそのね奪い取ったものでこれから多分殺す、まあ、殺したであろう、えー、人のものを普通に着てうーんみたいな感じでやってるとかあとはその、まあ、家政婦さんみたいな何人かね地元の。 ポーランド人の、ね、女の子たちを雇ってるんですけど、まあ、奥さんもねめちゃくちゃ気性が荒くてなんか気に入らないことがあるともうすなりつけて何「何やってんだ」みたいな「いい思いさせてやってんのに」とかねあのそういう、まあ、完全に向こう側行ってる人たちだから、まあ、きこのねあの世界この映画の世界そういう、うん、虐殺あるやってる側 ヒトラー側の人からすると、まあ、ここまで生き切っちゃうと楽なのかな、まあ、自分が良ければいいみたいなね、えー、ところ、まあうん、っていうのとあと、えー、いろんな立場の人がで一応出てくるんですけど、えー、それがそのグラデーションとなって表現されてるというかその対収容所に対しての気持ちとして出てきててで、えー、主人公の奥さんの。 お母さんんが遊びに来るんですねでそのお母さんはかつてユダヤ人のお家にあに家政婦っていうかお掃除しに行ってた側の、えー、やってた人で,で最初ね家見て「ああよくいいわねー」なんつってで家の隣に立派なね噴水付きの噴水と温室がなんかこう植物を育てるための温室がついてるすごい立派な お庭があるんですそこでねお茶とかしながら「いやあなたってついてるわね」みたいなこんないい生活ができてなんつって喜んでるんですよ。でユダヤ人の人たちがそのね塀の向こうにいることも知ってるんで私が前ね行ってたあの人たちもお,お掃除しに行ってたお家の人もこの奥にいるのかしらねなんつって。 あの人の家のカーテンよかった欲しかったんだけど向かいの家の人に取られちゃったのよなんつって楽しそうに話してるんですけどまあこうその立派なお庭でねこうリクライニングチェアみたいなので寝てたらきなんか「ん?」ってお母さんがね奥さんのお母さん聞ん?」なんか多分臭かったんでしょうね。でそしたら もう焼却炉がもうワンワンこう煙を吹いてるわけですよ赤くだからもうその燃やしてるわけですよね死体をでえってなって急いでまあ家に入ってで夜寝てる時もずっと焼却炉燃えてるの見てもうドン引きしてるんですよお母さんはえー、ってなってそれで もうこんなとこいられないっつってで娘に何にも言わずに置き、まあ、手紙だけを残してたのかなでそそくさと帰っちゃう人もうなんか多分お母さん収容所で何が行われてるかとかっていうのも多分知らないって言ったのか分かんないですけどもうえこんなとこいられんと人がもう毎日大量に死んでるすぐ近くにいられんということ帰る人と。 あとは、えー、これが多分もうこの映画のすごい特徴的なところなんですけど急に何の脈,脈絡もなくあの何て言うんですかねうん暗視カメラっていうんですかねにその白いそのまあだからサーモグラフィみたいなことで真っ白熱に反応して映るみたいなんですけど女の子がリンゴを いっぱい植えてるとか置いてるんです。いろんなところに置いてて、それが2回出てくるんですね。そのシーンがいろんなとこに多分その収容所のえっ、ー、と捕虜っていうか、そのユダヤ人の人のためにちょっとでもっていうことで、そのレジスタンスというか活動してる女の子がいる。自分にできることをやってる。子がいてで、それを見守る。家族の人がいて。 とかあと近くに住んでて、えー、もうその焼却炉の,の煙が上がるたびにもう窓閉めてこう暗い感じであの過ごしてるうおうの人がいたりとかそれぞれの,そのグラデーション捉え方というかその過ごし方というかその状況に置かれた時のになっていてであのー、もうちょっと。 リンゴ、リンゴをこうね、置く人でありたいなって思うけど、どうだろうかっていう感じですね。実際自分がそういう立場になった時、リンゴを置きたいけど、でもめっちゃリスクありますからね。見つかったらあのね、殺されちゃいますからね。それこそね、ジョジョラビットの、あのー、ね、えっ、ー、と、 スカーレット・ヨハンソンみたいに、えー、殺されちゃいますから,からすごいリスクあることをしているでも実際に、えー、とその監督がやっぱりその2年ぐらい取材をこの原作に出会ってから2年ぐらい実際にあの取材を重ね実際にいたなんか収容所の,あの所長とかの調べたりとかあと話を聞いて現実際ポーランドにいた歳当時12歳の子がやってたことを参考に、えー、してるみたいなんですけど。 いやーなかなか,か、まあ、考えるけどどうかな自分だったらっていうのをすごい、まあ、考える映画でしたね。あとはもう一個特徴としては、えー、<laughs> 所長がですね最後そのなんかこう「おえ!ここ」かかってなんかこみ上げ逆流して食道炎なのかわかんないですけど「おえ!」ってんかこみ上げながらなんかこうその。 軍のなんか本部みたいな本部じゃないのかな,なんかそういう階段を降りていくシーンがあるんですけどそこで旗とこうなんかこう視線を感じるのかなんかこう,こう振り返るんですねそうするとその黒いところにうっすら明かりがあって何かなって言うとその現代のアウシュビッツのその、まあ、記念館というかね資料館というかなってる。 ところの映像になってでそ,の金その資料館というかそこに勤める人たちがお掃除書く場所をお掃除してその場所にはまあたくさんね剥ぎ取られた靴とかあとはそういうなんかほ補助するなんかね矯正器具とかのもう,うずく高くなってるものとか、えー、出て焼却炉とか。 出てくるんですけれどももうなんか言葉がないというかなんか開いた口が塞がられてもちろんあの過去に NHK スペシャルみたいなのでねあのなんかそういうアルシュビッチの特集とか見たことありますけれどもやっぱ何まあびっくりするというか唖然とするというかね。 いや、すごいね。人間っていうのは本当に恐ろしいものだなと。何でもできちゃうんだな。よくも悪くもね。っていうのを改めて感じましたし。だから、いや、よくできてますね。この映画は。はい。よくこの原作から、こう改変というか、おもとに、ここまで、ぐっと、 一定集中じゃないですけど収容所所長とその家族に絞ってでも、まあ、コントラストってねあのパンフレットの中にもコントラストを大事にしたんだっていうのを書いてありますけどよくこのいろんな人の、えー、立場というか、えー、向き合い方っていうのはすごく顕著になってて、えー、いい映画というか強烈な映画だったなと思います。はい、あと 収容所の所長とその奥さんは本当にお似合いの夫婦っていうか、えー、なんかまあさっきね奥さんがめちゃめちゃ気性が荒いっていう話したんですけどそのお,お母さんが黙って帰ったことにめっちゃ腹立ててるわけですよ。でお母さんの分の朝食も用意して置いてあったんですね。まさか帰ってると思わないんでそれで「あれお母さんいない」っつって「ちょっと探して」っつって探,探させて。 で手紙を見つけて「うわあいつあいつっていうかお母さん帰ってるわ」ってなってめっちゃキレてでもそのお手伝いの一人は探さなくていいっていうのは言わないんですよ。もうかっあの言わないでプリプリ自分だけご飯朝ごはん食べようってなってででもお母さんの朝ごはん置いてあるわけですよね。だってお手伝いさんたちには あの下げていいとか言ってないわけですかお母さん帰ったってちゃんと言ってないからそしたらそのあるお手伝いさん呼んで「ちょっと何これ嫌がらせ」みたいな「早く片して」みたいな言っては「はい」みたいな感じで勝たしたら「あなたのことなんかね」みたいなあの夫に言って「燃やして灰にすることはできるんだから」みたいな「灰にしようかしらね」みたいなこと言ってて「やば」っていうね はい、とんでもないとんでもない方ですねやっぱりすごいお似合いの夫婦だなっていうのをね思ったりしましたはいということであの105分なので是非ご覧になってみてくださいということでまた何かあったらあげたいと思います終わりです